なんか私の目の前でその子が振られちゃって、その彼氏さんに。で、なんかまあ、しかもかわいそうな理由だったのね。で、だから、まあなんか、まあ今日は美味しい寿司を食べに行って、美味しい寿司を食べた日にしよう、振られた日じゃなくて、って、やったエピソードがあったと思うんだよ。で、その話をみんなにさ、みんながなんか、あ、かっこいいとか、あ、いい話じゃんだって、あ、これかっこ、あ、私そっか、みたいな。ちょっと気持ちね、ちょっと生きってたの。なんか、あの時の私じゃちょっとイケメンだったな、みたいな、ちょっと生きりがあったのね。正直生きりがあった。で、ちょっと、あの子も私にちょっとなんか、アンチュってなったんちゃうって思ってたの。で、その時の話になって、その子がまた新しい恋愛をし始めたから、なんかその話になったんよ。いや、あの時さ、みたいな。で、あの時の話ね、みたいな、へへ、みたいな。鼻の下コスコス、みたいな。へへ、みたいな。やめろよ、みたいな気持ちで聞こうと思ったら、いや、あの時、私号泣してたじゃん、つって、うん、泣いてたね、みたいな。で、そしたら、まあなんかお寿司とか連れてってくれたじゃん、みたいな。美味しかったね、あのお寿司、みたいな。まあ気持ちまだ生きてる、この時。で、あの時私号泣してる時にさ、アンジュさ、しばらくじっと見た後さ、すげえ、なんか、涙大粒やな。千と千尋みたい。すごいな。私そんな涙出ないわ。って言ったじゃん。って言われて。めっちゃ涙綺麗みたいなのを言ってたらしくて。私、あれ以来、千と千尋見るとマジでアンジュのこと思い出すんだよね。って。言われて。え？みたいな。いや、でも、私の中では多分話題を変えようとしたのよ。多分ね。私の中じゃこの暗い空気を変えようと思って、うわ、そんな涙、いっぱい出るのすげえなって。言ったと思うんだけど、友達からしたら、いや、マジでなんなんこいつって思ったらしくて。その友達の中の記憶の中だと、寿司よりも、その、千と千尋の話の方が、インパクトでかくて、あの日は、寿司の日じゃなくて、千と千尋の日になってたらしくて、へぇって言ってた。しそうにゃんみたいな。なんか、なんかこうやってなんか涙とかこう拭ってきて、え、見てほら、すげえみたいな。やべえやつだって思ったって言ってた。ま、結果的にね、まあ、別の日になったならね、よかったよね。ケルベロス所属のチミモーリョー。